射軸メルカトル図法の概念図射軸、メルカトル図法は地図投影法の一種である。昇格円筒図法である。通常のメルカトル図法では赤道を基準線とするのに対して、経緯線から見て斜めとなる大円を基準線としたメルカトル図法である。昇格図法であり、基準線付近の体調地域内であれば、歪みが小さい一方で、 基準線を離れると縮尺の変化が大きいメルカトル図法を比較的高緯度で東西に伸びる地域や経緯線に対して斜めに長く伸びる地域に適用するため考案された。社軸メルカトル図法で描かれた南北アメリカ大陸日本では国土地理院が各種の時図に社軸メルカトル図法を採用している。スイスの地形図はベルンの急転問題において 四後線と直行する大円を基準線として、車軸メルカトル図法で投影している。スイスの平面直行座標形はこの大円と四後線を座標軸としたものである。米国アラスカ州では、南東に細長く伸びる領域における大縮尺向け図法として、この地域に基準線を一致させる形で、車軸メルカトル図法を採用している。 人工衛星等から得られた地表の情報を表現するための図法として EN スペースアブレイクメルカトルプロジェクションという図法が使われる場合がある。これは人工衛星の軌道を基準線としたメルカトル図法に地球時点分の補正を加えたものである。地球の時点があるために人工衛星軌跡の地上投影は大円ではなく 従って正確な意味でのメルカトル図法ではないが、メルカトル図法の計算式をベースとして、昇格性を保つように調整したものである。国土地理院知時規量 http コロンスラッシュスラッシュ vldb.gsy.go.jp、si. スラッシュ sokuchi、ok、スラッシュジオマグスラッシュ詳しくは、当角者像回転が延体から玉への当角者像を参照。ありがとうございます。